会の準備が整い次第、桜井誠魂の演説をこちら開催させていただきたいと考えております。桜井誠、戦うことができる唯一の候補者です。50名以上いるこの大激戦のこの東京都知事選挙の中で、桜井誠は一番戦うことができる男でございます。国旗日の丸が一番似合う男、それが桜井誠でございます。ジャパンファースト、日本第一主義を掲げてずっと20年間戦ってきたのが桜井誠でございます。今しばらく、もうちょっとですね、桜井登場いたしますので、この機会にぜひとも桜井誠のこの魂の演説をぜひとも耳を傾けてください。必ずや心の中に刺さります。必ずこの皆さんたちのこの心に突き刺さる演説というものが行われます。どうかもうしばらくお待ちください。桜井誠、東京都知事候補、国旗日の丸が一番似合う男、桜井誠登場いたしました。桜井、ありがとうございます。はい、東京都知事候補、桜井誠です。はい、ありがとうございます。この度ですね、都知事選に立候補いたしました桜井誠、日本第一党でございます。そちらの皆さん、それからそちらで聞かれている皆さんも、この暑い中ですね、ようこそおいでいただきました。戦う障害者でございます。ありがとうございます。こうやってですね、いろんなところでですね、駅頭で訴えかけさせていただいております。駅頭で訴えかけるたびにどんどん人が増えていってる。しかしそれはね、逆に言えばですね、今の絶望的な状況を表してるんです。もうどうにもこうにもならない形になってる。何がそうなってるのか。小池百合子都政で皆さんは何かいいことありましたかと、私先ほど練馬でもお尋ねいたしました。特にこの高田の馬場というのは学生街です。非常に学生さんが多い。ちょっと行くとそこにですね、学生ローンのですね、お店があります。まあ、そこも学生ローンがありますよね。このようにですね、学生街だからこそね、多くのですね、人たちが学生さん目当てに金を貸す。それはいいんです。それはいいんだけれども、そこからまたですね、利息を取って儲ける。当たり前ですよね。ただで貸してくれるところなんかないんです。奨学金という問題があります。奨学金とは言ってるけれども、これはただの学生ローンです。あれと同じなんですよ。たとえ奨学金といえども、少額ではありますけれどもね、利息を取っております。その利息を払い続けなきゃいけない。じゃあ一体今どれぐらいの人たちがお金を借りてるのか。前回4年前に調べた時はですね、現在半分の、要は高校から大学に進学するにあたって半分の人たちがこの奨学金を借りてると言っておりました。おそらく現在はさらにこの数が上ってるはずです。6割から7割ぐらいになってるんじゃないでしょうか。そしてその半数の人たちが400万、平均で400万円の奨学金を借りてるんです。これは平均ですのでね、医学部に行って2000万借りる人もいれば、ほんのちょっとね、100万だけ貸してくださいという人もいます。それを全部平均すると400万円のお金をですね、奨学金から借りてる。それを20年で返してるんです。20年です。ですから簡単に言えばね、22歳で学校を卒業したら、そこから42歳までこのですね、奨学金を返し続ける。これが当たり前になってる。もちろんですね、返ったものは返すのが当然です。踏み倒せって言ってるわけじゃないんです。踏み倒せと言ってるわけではないんですけれども、今のね、経済的な事情を皆さんご存知でしょうに、今まともに就職できないんです。いや、やったところでね、正規の就労をしてもですね、月収が、皆さん手取りがですね、20万以下ですよ。15万ぐらい、確か初任給で16万とか17万って出てましたけれども、15万ぐらいしか手取りがない。そこで毎月奨学金だけで3万、4万、5万と返していかなければならないとしたら、
手元に残るお金いくらですか。本当にごくごくわずかしか残らないんです。こんな国にね、こんなとんでもない日本という国に希望なんか持てやしないんです。そうだ、それが今の若者なんですよ。だから若い皆さんに今ここで訴えてるんです。もう一回聞きます。小池都政あるいは自民党、こういった連中に政治を任せて君たちはそれで満足かい。君たち自身の自分の首を絞めてるのが今の実情だろうよ。いやね、先ほども言った通り私ね、戦う障害者でございまして、まあおそらくね、おそらくですけれどもそう長くないでしょうに。でもね、でも君たちはこれから未来があるんです。若い皆さんね、あなたたちはこれから30年も40年も50年もこの国で生活しなきゃならない。それも借金漬けで。そんなこと許されるわけがないんです。なぜか、これはね、別問題です、別問題ですけれども、今ね、奨学金の話をしました。ところがもう片っぽで、もう片っぽの方で国費留学生という問題があります。これは何か、ご存知の方もいるとは思いますけれども、外国人の留学生に日本政府がですね、ぜひ我が国へいらしてください、勉強してくださいと言って、入学金から授業料、果てはですね、生活費、そして1年に2回の往復の交通費、これらを全額支給しております。全額支給なんですよ。こんなバカなことをやってる国は日本ぐらいなもんです。そんだけね、余分なお金があるんだったら、なぜそれを日本の若い人たちに回せないんだ。あんな学生ローンなんてなくてもいいはずなんですよ。しかし今の日本バカです。君たちに言ってるんです。アホしかいないんです。自分たちの身を削って、身を削ってでもですね、外国人様にぜひね、この日本で気楽に過ごしていただきましょう。授業料免除、学費免除、授業料免除、学費免除って今言いましたけどね、これは免除ではなく政府が立て替えてお金を払ってるだけです。で、先ほど言ったですね、生活費、月額15万円ですかね、16万円のお金をこの国費留学生に払っております。この国費留学生約1万人が今おります。1万人ですよ。ということはこれ逆に言えばですね、1万人の日本の子供たちが救えるんですよ。皆さんね、子供たちをね、考えた時に外国人とね、日本人比べるなよという人がいます。しかしここは日本です。日本人の子供を考えるのが当たり前だろうよ。日本人を守れ。君たちは日本人なんです。誰が何と言おうとです。外国人は外国人で勝手にやりゃいいけれども、しかしそのね、外国人が日本でこれだけ多くのですね、特権を要求し、そして貪り食ってる中で、日本の子供たちはその学生ローンを借りて20年にわたって返済をし続けなきゃいけない。こんな不条理な世界を正そうと言っているのがこの桜井誠なんです。この桜井ね、もちろん都知事にできること、これは国政の問題が含まれてますので、都知事にできることはほんのわずかです。皆さんにお約束している公約はたった一つです。外国人生活保護の即時廃止です。これは即時です。やろうと思えばできるんです。最高裁判所が決定をいたしました。どんな決定か、外国人に日本で生活保護を受給する権利はないとはっきり認めてるんです。じゃあ今ね、今多くの外国人が生活保護を受けてる、この東京都でもです。じゃあ一体それは何に基づいてるのか。かつて厚生省の社会保険局長が昭和29年に出した通達1本、生活保護は外国人の生活保護受給者は日本人に準拠して行うもの、この通達1本で現在までですね、続いてるんです。要はこの国は法律よりもね、社会保険局長の通達1本、バカ役人の通達1本が生きてるんです。
こんなアホな国がありますか。ふざけんな。その通りですから、ふざけんなですよ。このふざけた状況が続いてるんです。もういい加減にしません。君たちね、外国人見たら親切にする、外国人が困ってたら手を差し伸べて助けたい、当たり前ですがな、みんな同じなんです。でもね、それにも限度っていうのがあるんだよ。なんでね、我々の子供たちまでね、犠牲にして外国人を養わなきゃいけんだい。こうやって桜井が外国人に厳しいことを言うと、途端に差別だなんだと騒ぐ連中がいる。しかしね、何度も申し上げます、ここは日本です。日本人がまず一番なんですよ。外国人はその次、二の次、三の次なんです。みんな同じに扱うっていう国はないんです。アメリカに行ってですよ、ぜひ皆さんアメリカに行ってくださいな。そこで皆さんがね、生活に困窮したら生活保護ください。まあ、向こうは生活保護じゃないんですけれども、そう言って社会保障を求めても彼らはくれませんよ。オーストラリアに行ってくださいな。オーストラリアに行って生活困窮したからオーストラリア政府に面倒を見てください。誰も面倒を見てくれないんです。どこの国でも同じなんです。日本だけなんですよ。これが、この状況を変えなきゃいけない。もちろんこれは東京都だけです。現時点においては東京都しかできませんけれども、都知事の権限でこの外国人への無差別に行われているこの生活保護を即時に止めることが可能です。そしてこのですね、お金というもの、実際に今使われている外国人生活保護、東京都で1200億円、そのうち東京都が負担しているのは400億円です。400億円が東京都に戻ってくる。戻ってきたお金を学生さんたちに分け与えりゃいいだけでしょうに、奨学金に当ててあげりゃいいだけなんです。簡単な話なんですよ。それを皆さんに訴えてるんです。外国人は日本で生活できなかったら自分の国に帰るべきなんですよ。そもそもね、我が国には入管法という法律があります。入国管理法ですね。入国管理法では自活できない外国人は日本に入国できないと書いてあるんです。であればね、生活保護をもらった時点で日本にいる資格がないんですよ。こういった連中を東京から、まず東京から叩き出すこと、そして東京から叩き出した後、まあ、よくですね、これネットなんかに書き込んでおりました。東京からね、生活保護をなくして、外国人生活保護をなくして、でみんなね、東京から出てったらその他の地方が困るじゃないか。困りゃしません。埼玉でも神奈川でも千葉でも県知事がね、桜井と同じように生活保護はいたしませんと決断すればいいだけなんです。そうすればあっという間に解決ですから、あとは国が彼らをどうのようにして強制送還するかだけなんです。このね、簡単な図式ができないのが今の日本なんです。皆さんにね、皆さんに訴えているのは日本人としての気概です。今言ったことね、確かにね、外国人からしたら厳しいかもしれない、でも当たり前のことなんだと言ってるんです。あんたの国で日本人が生活保護を受けてるかよって話なんですよ。あんたの国で困ってる子供がいたら日本の子供たちにお金与えてるかよと、生活の面倒を見てるかよ。見ちゃいねえんだよ。日本に必要なのは、日本の外交に必要なのは相互主義です。相手がやってるならこっちもやればいい、相手がやらないことをなんで我々だけがやらなきゃいけないんだと言ってるんです。そのことを強く強く訴え続けてまいりました。たとえ誰が何と言おうとです。ですからね、そちらをね、行き交っている若い皆さんもです、あなたたちのことを言ってるんです。あなたたちがね、これから先この国で暮らしていく上において、奨学金の問題、あるいはですね、税金の問題、いろいろございます。今どん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 ね、税金が高くなって暮らしていけなくなってる。先ほど言った通りです。今日本は手取りの給料、実質賃金がどんどん下がっております。
25ヶ月連続下がってるんです。2年以上ですよ。2年以上にわたってこの実質賃金が下がり、だから今円安が止まらないんです。市場は正直です。日本の国力が衰退しているということを彼らはね、敏感に感じ取ってるんです。どうするんです？今はいいですが、ね、じいさんばあさんたちは今ね、年金もらってね、なんとか生活できてる。じゃあその次の世代はどうなります？さらにその次の世代は、日本はどんどん貧しくなる一方なんです。どこかで歯止めをかけないと、いずれ日本は発展途上国並みになるんです。もうこれは確定してると言っていい。皆さんはご存知かもしれませんけれども、インドという国がございます。まだまだね、発展途上の国です。地域差も相当あります。身分制度も残っております。しかし GDP では来年日本を抜きます。もうこれはほぼ確定しております。日本は現在ドイツに抜かれ単体で4位、来年はインドに抜かれます。インドに抜かれて5位6位と下がっていきます。おそらくトップ10圏内にここ10年ではいられないはずです。このようにね、大変残念ながら我が国経済はどん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 衰退していってる。にもかかわらず今のバカ政府はですね、皆さんに増税増税増税をやってる。定額減税4万円ふざけんなち話なんですよ。これ1年限りですよ。1年限りの定額減税が4万円で、増税したのは今年の4月から17です。17の増税新税を課してるんです。なんちゅう国ですか、これは。お金がないと言っているにもかかわらずね、我々にもお金がないのにもかかわらず、どん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 そのお金を吸い上げている。そして先ほどもね、練馬でも申し上げましたけれども、今の日本人の平均給与は、東京都ですね、東京都における日本人の平均給与300万です。6割以上の人たちが今ここを歩いてるね、皆さんも含めて6割以上の人たちが300万で生活してるんです。この状況でね、一体どうして外国人の面倒を見なきゃいけないんだって言ってるんですよ。我が国がお金が有り余って仕方がないって言うんだったら分かるんです。お金が有り余って仕方がない。だからね、外国人の面倒を見ましょうって言うんだったらまだ分かる。でもお金がないから増税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 とやってるわけでしょ。じゃあね、無駄なところを省くのが、これが政治というものなんです。そして何よりもその政治は日本人、日本国民に向かなきゃいけないんです。外国人のことなんかどうだっていいんですよ。まずは日本人、この日本人を救うことを何よりも第一義とするのが国家としての務めであると私は固く信じます。ジャパンファースト。まあ、先ほどもね、皆さんにも申し上げました通りですね、桜井ですね、まあ、ちょっと透析を受けておりまして、障害者第1級になっております。いつも言ってるんですけどね、障害者である桜井でさえね、やろうと思えばここまでできるんです。あなたたちにここまで訴えることができるんです。であるならね、健常者である君たちはもっともっとできるんです。もっともっとね、多くの人たちに訴えることができる。この選挙結果がどうあれですね、外国人云々じゃなく日本人のための政治をやれ、当たり前のことを当たり前にぜひ周りの皆さんに伝えていただければと思います。最後までご清聴誠にありがとうございました。